グランドイリュージョンは2013年のアメリカ合衆国のクライム映画である。監督はトランスポーター、タイタンの戦いのルイレ・テリエ。原案はボアズ・イエイキン、エドワード・リッコート。続編であるグランドイリュージョン見破られたトリックは日本では2016年9月1日に劇場公開された。4人のマジシャン、J. ダニエル・アトラス、メリット・マッキニー、 ヘンリー・リーブス、ジャック・ワイルダーの元に届いた謎のタロットカード。その裏には、ニューヨークのアパートメントの住所と時刻が記されており、そこに集まった4人は何かの見取り図を情報として与えられる。その1年後、資産家であるアーサートレスラーをパトロンとして、イリュージョニストグループ4ホースメントして、活動を始めた4人は、ラスベガスでのマジックショーで、 これから銀行を襲うと宣言し、パリにある銀行から金を奪ってみせた。4人は逮捕され、FBI の捜査官、ディラン・ローズとインターポールから派遣された、捜査官、アルマ・ドレイが取り調べを行うが、証拠はなく、釈放となる。観客の中に一部始終を録画していた者がいることが、わかる。その者は、マジックの種明かしを行うことで有名なサディアス、ブラッドリーであった。 ディランは彼に連絡を取り、フォー・ホースメン逮捕の協力を仰ぐ。彼らは、ニューオーリンズで行われる次回公演でも何らかの犯罪が実行されることを予測する。ニューオーリンズの公演では、フォー・ホースメンの要望により撮影や、撮影動画のアップロードなどが許可された。ディランら捜査官も、観客席にいた。公演最後のマジックは、トレスラーの1億ドル以上の個人資産が、 ハリケーンに被災するもトレスラーの保険会社に支払いを断られた人々の口座に送金されるというものだった。ディランは彼らを逮捕すべく迫るが、公演中に催眠をかけられた観客たちによって取り押さえられ取り逃がしてしまう。トレスラーはサディアスに彼らのトリックを暴いて破滅させろと依頼する。公演後の捜査により、ディランはフォーホースメンの潜伏先を割り出し突入する。 ジャック以外の3人は早々に逃走するが、証拠書類を処分するため残っていたジャックはカーチェイスの末に死亡する。残された手がかりから、エルコーンという民間警備会社の隠し金5億ドルが次の狙いであると予想、隠し金の入った金庫がファイブポインツに移送されることを突き止めた。移送の日に方法すめんが次の公演を、 ファイブポインツで今夜行うことを動画で予告したことから、この隠し金が次の狙いであることを確信する。ディランと金庫がファイブポインツに到着した時、サディアスもファイブポインツに到着していた。金庫の中身が偽物であることを示唆するサディアスに促され、金庫を開けると、中身は風船にすり替えられていた。本物の金庫の行方がわからぬまま公演が開始される。 フォー・ホースメンの三人が現れ、ファンへ、これまでの目的と別れの挨拶を告げ屋上から飛び降りた。その瞬間に三人は紙幣へと変化し監修の上に降り注いだが、それらは偽札だった。本物はサディアスの車にあり、サディアスは逮捕される。サディアスが収監されている刑務所へディランが訪れる。サディアスは自身が想像した真相を語るが、 そのうちディランが裏で糸を引いていたことに気づく。サディアスはディランに目的を問いただすが、ディラン何も語らず去っていく。カーチェイスでの事故で死を偽装したジャックを含むフォー、ホースメンの4人は、セントラルパークのメディーゴーランドの前で、ディランにザーアイのメンバーとして迎えられる。ディランとアルマは、パリのポンデザールで再会し、ディランは、自身が、シュライクの息子であることと、サディアス、トレスラー。 エルコーン社との関係を明かす。アルマは彼を告発しないことを決め、橋に南京錠をかけ、鍵をセーヌ川へ投げ捨てるのだった。カッコ内は日本語吹き替え発売。販売元は角川。2014年3月20日発売。ありがとうございます。